とうとう明日本番だけど大丈夫そうじゃないねめちゃくちゃ不安そうな顔しちゃってそんな顔してたらうまくいくものもうまくいかなくなっちゃうよ話聞いてるダメだこりゃねえねえってばやっとこっち向いた ね、手出して。いいから早くするちょっとくすぐったいかもだけど我慢してね動かないでくすぐったいのはわかるけどさ形がいびつになっちゃうああ動いたからいびつになっちゃったでもこれはこれで味がっていっか何って見てわかるでしょ 花るだよ。は・な・ま・る。今までの頑張りに対する点数。100点満点。うん、これでもまだ不安じゃあさ、一緒に今までのこと思い返してみよっか。そう、今から。これも一つの復習だと思って。ね。一番最初の頃とか覚えてる 笑えないレベルでひどくて正直お手上げ状態だったんだよ今だから言えるけどね何をどうすればこの答えになるのか君の思考を理解するまでめちゃくちゃ苦労したもんとりあえずキスをちゃんと理解しないとって何度も同じことの繰り返ししてたら君がもう嫌だって言い出して逃げようとしたこともあったっけ <laughs> 懐かしい。 なんだかんだだか文句言いながらも地道に一歩ずつ進んでったじゃん。おかげで苦手だったことを一つ一つ克服して得意まではいかないにしろ正解にたどり着けるようになったしもともと得意だったことは絶対間違わないくらい完璧になったし一番最初の頃が嘘だと思えちゃうくらいすっごい成長したと思うだから怖がるなとは言わない。 いろんなことができるようになると何が起こるかわかんないから普通よりも何倍も怖く感じるのはわかる。けど怖いのはみんな一緒。自分一人だけじゃない。ここでビビって逃げたら負けだよ。勝てる勝負で負けるのって悔しくないしかも全力を出さずに負けるとか立ち直れないレベルで悔しくない同じ負けでも 全力出して負けるなら諦めがつくじゃんまあ悔しいことに変わりないけどさ。君の今までの頑張りは一番近くで見てきて知ってるから。この花丸がその証拠。どうしてもダメだって弱気になったら、花丸を思い出して。見たらカンニングと思われるから思い出すだけね。花丸をもらえるくらい頑張ってきたんだって思ったら、 ちょっとは頑張れそうじゃないうんその調子大丈夫君は一人だけど一人じゃないよ花丸と一緒に全力出しておいで。